ゃあ北西工場で。しかしこの会見を聞いていた専門家は、半導体、原発という2つの事業だけでは安定的な成長は難しいと話します。スナンドフラッシュは本業績ではなくてですね、レベルが高いんですが、ちょっとじわじわ影響が起きてますね。それはこの来年度考えた時にはですね、やっぱりスマホは相当厳しいんですから、現金が長すぎる、長すぎていろんなことがあるから、すぐにやっぱり内閣の仕事をですね、関西にやったのは現金が引き取りが起きないかないかなというふうに思います。若林さんの話によると、おそらく東芝にしてみるとメディカルヘルスケア事業の成長分野ですから、本当は手放したかった、柱にしたかったはずなんだけれども、やっぱりバランスシート違いの資金が必要だということで、なかなか泣く泣く手放した。ただこれから先やっぱり3本目の柱、安定的に成長する3本目の柱、どうしても必要なんです。これは何に乗り換えて、それはまず見えない、見えない。これをだからどうするか、来年の春までに中期経営成長戦略ですね、発表することになって、そこで何か出てくれば、その前にまずは大胆に削る、そっちを優先して、はい、さて、続いてはこちらです。今日の中国